あら、ゴンダさん、おはようございます。あんた、いつひょっとして、津山よしこです。江口くんと同じ並校の、江口くんと同じ部活の津山よしこです。今日からこのアイスクリーム屋さんで働くことになりました。あと、石川くんと桜井くんと丸川くんと原沢くんと同じ学校の。しつこく言わなくてよろしい。はい。なんだ、ゴンダ君と知り合いなの。そいつはよかった。ゴンダ君はうちのバイト主任なんだ。あ、初日だから彼に何でも聞くようにね。はい。おいおい、マジで俺と一緒に働く気かよ。葵ちゃんが言ってくれたのよ。私がバイト初めてだから知り合いのとこでっ